隆です。チャンネル登録1000人達成いたしました。で、収益化の申請をしたんですが、それも無事通りました。よかったね。よかったですね。ここからスタートになります。これも皆様のおかげだと思っています。少しでもね、楽しい動画、ためになる動画をアップしていきたいと思いますので、で今日はですね、コンビニスイーツ食べたいランキング3位から伝えていきたいと思います。食レポにチャレンジしたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃ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 ーん。第3位、花色いちごバタービスキュイサンド。はい、本体価格250円、税込み270円です。早速食べていきたいと思います。ここにいちごがありますね。いちごが、わかりますか？これ、よし、食べてみましょう。パクから食べるね。スプーンで噛んでもいいかな。じゃあいただきます。こんな感じです。なんかそれ、よこって出た、うん、どうでしょうか。うまい。いや、それだが極めてつまらない。私が2番目と差し上げましょうか。ゆうたろう、お願いします。すいません。さてさて、これは美味しいですね。こっくりとしたいちごバタークリームを、甘く濃厚な味わいを爽やかな酸味が特徴のクランベリーで引き締めています。酸味と甘みのバランスがよく、コク深いスイーツです。電話ではかかってきたそうです。3種のバター花ふわケーキ、焦がしバターソース入り、こちらですね。第3位も第2位もローソンです。で、お値段が273円、税込み295円です。早速食べてみます。またタクからいきますね。ふわふわしておいしそうじゃね。いただきます。めちゃめちゃ甘くて美味しいです。全然習ってない。それじゃあ極めてつまらない。また
私が教えて差し上げましょう。お願いいたします。すいません。まったく何回やらせるんだろう。待ちましょうか。ゆうたろう、お願いします。はい、ということで、はい、はい、第2位ですが、これも美味しいです。おすすめですね。バター生地に焦がしバターソース、極めつけにバタークリームも入ってます。優しい蜂蜜の甘さが全体のコクをより深く感じさせる贅沢な一品です。第1位です。バニラ香るチーズテリーヌ、238円、税込み257円、セブンイレブンです。ローソンを抑えてセブンイレブンのチーズテリーヌが1位です。十分3位と2位でも美味しかったですが、1位どんな味か食べてみます。そうですね。さあって食べてみます。さて、放送悪くならないように頑張ってくれ。はい、頑張ります。おお、おお、おお、美味しいです。お願いします。最初よりは美味しいよこれ。そうですか、うん、ではいただきます。はい、どうどうしてそうですね。やはりこの感じ、いっぱいいったね、一気に。はい、第2位と第3位は十分美味しかったですけど、第1位はそれと比べ物にならないぐらい美味しいので、第1位は絶対に買った方がいいです。ふわっと甘い香りがします。食感はしっとり濃厚で滑らか、口に入れた瞬間バニラの香りで満たされ、その後チーズのコクや酸味が感じられ、一口で2つの美味しさが味わえます。はい、3位から1位まで食べてみましたが、やはり2人とも1位が美味しかったですね。にね、ゆうたろうチーズ好きじゃないけど、それでも美味しいっていうぐらい、美味しいスイーツでした。なんかゆうたろう、たかにアドバイスください。はい、もうちょっと極めないと。はい、すいません。スイーツ好きの女子の気持ちになりなさい。なるほど、スイーツって言ったらね、女子が好きですよね、女性がね、そんな気がします。はい、じゃあ女子の気持ちになるための修行をいたします。このメイクをしたからといってスイーツの解説が良くなるとは思いませんが、チャレンジしてみました。
ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあね。また見てね。